の。挑戦権100ってそんな無理ですよ。一人で全滅できるようには設定されていません。構わん。挑戦者は一人ずつ中に入り、モンスターの数を指定、撃破することでポイントが入る。これをローテーションで繰り返すのだが、100体すべて私が相手する。挑戦権は100だ。無謀すぎる挑戦が始まる。結構広いんだな、中は。逆さになってるけど。うわっ、見てるだけで気持ち悪い。挑戦者、フェアリーテイル A、エルザ・スカーレット。挑戦権、100だ。D クラスでも相当手強そうだったよね。あんだけの数、本気で一人でやるっていうのか。やるさ、エルサやる。俺にはわかる。夏さん、なんだか楽しそうです。チャリオットよりこっち向きだったかな。エルザさん、大丈夫でしょうか。なんとかなんだろう。ま、見物させてもらうとしようぜ。相変わらず無謀だな。7年前と何も変わっちゃいない。乾燥天輪ブルーメンブラスト。あーっと、全方位から先制攻撃を仕掛けました。 D クラスのモンスターが次々に倒されていきます。一気に全滅させようとしたのか。いいえ、全方位に攻撃することにより個体ごとの反応と能力、防御力を確認したのでしょう。そしてどのモンスターにどの感想で挑むのかを瞬時に計算する。攻撃力が上がった。クレハの鎧、一撃ごとの威力が底上げされるんだよ。ってことは、まずは力押しで数を減らすってわけね。エルザさん、炎を吐き上がったぞ。心配ね、相手が炎なら。そっか、炎帝の鎧がある。炎を退けたぞ。あれは一体火曜の鎧とセットの武器だよ。炎には水ってことね。Cクラスを胴体も倒しました。おっと、これは水と炎の二刀流か。でもさすがにダメージも受けたみたい。貴様が S クラス。いや、違うな。水の敵には海王の鎧と連撃で応戦。正解。素早い判断力、それを支える心の強さ。素晴らしい魔導士ですね。これは凄まじい。早くも半数を切りました。マジかよ。さすがだね。動きに無駄がなく洗練されておるな。ちょっとウォーリーも見てるかな。くだらねえ、騒ぐようなレベルかよ。見てみな、ざまあねえ。やはりかなり消耗している様子。いけエルサー、ぶっ倒せ。しかしさすがにちょっときつそうだよね。
ンスターを倒し続けるエルザの前に A クラスのモンスターが立ちふさがった。重たそうな一撃だね。あれじゃもう。いや、その重さを逆に利用したというところか。S 級のエルザの凄さは俺らがよく知ってっからな。おい、あいつ。やはり貴様が S クラスか。なに、ちっさ。ずいぶん可愛らしいモンスターさんですね。嫌な予感がするんだけど。あれ、なんで刀を変えるんだ、エルザモン。紅桜から二刀流、あのちっこいの相手に何かあるのね。ああ、表情を見てみろ。集中力と緊張感が倍増している。来い。S クラスのモンスターが最後の一体となったとき、パワーが3倍になるよう設定されているんですよね、ガモ。さあ、パンデモニウムラストの一体。しかし、なんと気づけばバトルは決戦場に移動しており、強大化した S クラスのモンスターがエルザに襲いかかる。こんな仕掛けまで設定されているとはね。思わぬ伏兵。なるほど、福馬伝という名にふさわしいですね。いけー、そんなデカブツエルザの敵じゃねえ。大魔党演武3日目、パンデモニウム。この日のことを私はずっと忘れないと思う。傷だらけになりながら地に落ちたはずの妖精が、まあ、ティターニア、ここにあり。それはまるで凛と咲き誇る黄色の花。信じられません。なんとたった一人で100体のモンスターを全滅させてしまった。フェアリ
テールへエルザスカレット圧勝、文句なしの大勝利。これが7年前最強と言われていたギルドの真の力なのか。すげえ、なんだあいつ。私覚えてる、フェアリーピース最強の女魔導士エルザスカーレット。ティターニアのエルザ、未だに鳴り止まないこの大歓声。こりゃ参ったね。言葉もありませんよ。無謀な行動の先、俺が見られなかったものはこれだったか。エルザ、お前たち、すまない、思ったより時間がかかってしまった。やった、すげえ。おいおい、まだ優勝したわけじゃないぞ。ちょっとちょっと、思ったより時間がかかったとか。え、かなわないね。エルちゃんやっぱり最強だね。元気最強。さすが一夜さんの彼女さん、僕には眩しすぎる。あれを見せつけられた後に命知らずなボケかますね。見事。気に入らねえな。さすがエルザ、エルザ、シュッシュギギャー。1日目ブーイングから始まったフェアリーテール、それが嘘のようなこの大歓声。あの姿を見れば誰でもね。私も正直胸を打たれましたよ。俺にとっての失われた7年、まったく、あの日々がどうでもよくなるようだ。大したことないですよ。うちだってあれくらいのことできますって。クローマ様。面白い、口先だけではないということか、フェアリーテイル。すごいね、あの人。アチキ、初めて見たよ、あんなの。ティターニアって呼ばれるだけのことはあるね。エルザ・スカーレット、ジェラールをよく知る。パンデモニウム完全制圧、フェアリーテールへ10ポイント獲